ました、打ち上げレポート。はい、ですね、パンジャーボンバーズ式リーディングシアターアット栄能楽堂。はい、それではまず座長。はい、お、まず私最後締めでなんか任命されるんやけど、でも座長からがいいと思いまして。そうですか。はい、じゃあ全員しゃべる。いかがでしたか。いかがでしたか。大丈夫か。うん、あのね、よかった、うん、よかったよ、よかった、うん、あ、どこら辺が。あの、正直言うと本当に今回稽古期間がすごく短くて、集まりたい時にみんなやっぱりそれなりに仕事があって集まれず、稽古めっちゃしてないんですよ。で、そんな状態でお客様に見ていただいていいのかっていう、そこのね、不安がめっちゃあったんですけど、でも結果的にはやはりお客様に温かい方ばっかりで盛り上げていただいて、私たちが乗せさせていただいて、で、精一杯 100% の気持ちを込めて作品作りができたということで、だから本当に私たちだけではできない、皆様あってこそのこの作品ができて、もう感謝の気持ちでいっぱいでございます。はい、ありがとうございます。本当そうですね。でも本当にそうでした。あのお客さんが温かく迎えてくれたので、はい、こういった新しいイベントもできることができました、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは続いて深夜さん、はい、あの長い作品を、はい、長い作品を、そうですね、あの、うん、一本の木から、はい、それから、はいはい、ザムさんから、ザムさんか、はい、変身ですね、はい、変身からも、はい、たくさん活躍していただきました。ありがとうございます。いかがでしたか。いや、本当にですね、いかが力いっぱいやりましたというのは、その普段のお芝居と違って、こういう朗読会っていうのは、なんていうのかな、自分一人でやる時間が長いじゃないですか。だから自分一人にこうで場を持たせなきゃいけないと言いますか、自分一人がこうクローズアップされると言いますか、そういう、まあ、チャンスでもあったので頑張りました。そうですね、はい、そうですね。頑張りましたよ、本当に。いや、でも本当にすごい迫力がある、はい、ステージを一生懸命でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。素敵でした。はい、それでは、はい、看板俳優の、やめろ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 、バカにされてる、バカにされてるみたいやろ。市川智也さんにあのインタビューしてみたいと思います。はい、どうぞ。はい、今回はあのパンジャー台本というところで、ずっといろいろいろんなお役をしていただきましたが、うん、はい、いかがでしたか。いや、もう本当に今までね、1投目から5投目までのいろんな役をやらせていただいて、こんな声で喋ってたなとかちょっと思い出しながら、いろいろやりましたけど、本当楽しかったです、うん、なあちゃんともね、はい、アピアード久しぶりにやってね、久しぶりにちょっと恥ずかしい、なんかあ恋愛のお話ってこんな感じなんだなってことを思い出したりしてですね。そうですね。もう本当に恥ずかしい思いと、はい、楽しい思いと嬉しい恥ずかしい、うん、32歳ですははははなるほど、ありがとうございます。いや、もう本当にはい、ありがとうございます。あ、それではスペシャルゲストの、はい、栄能楽堂ビルの後藤さんにお話を伺ってみたいと思います。はい、後藤さん、はい、今回の、はい、リーディングシアター、はい、いかがでしたか。ですね、本当に楽しかったのは楽しかったんですけども、うん、なんていうんですかね、もう昔のものの、僕が初めて見たのが、里見の前がリトゥルトゥルトゥル、そうですね、リトゥルトゥルトゥルから見させていただいて、はい、で、その前は何工事でしたっけ、花子ガネイの次がリトゥルトゥルトゥル、そうですね、あ、じゃあリトゥルトゥルトゥルから見させていただいたんですけど、リトゥルトゥルトゥルリトゥルトゥルトゥルリトゥルトゥルトゥルから見させていただいたんですけど、すごい懐かしい、僕もすごい初めて見た劇をがそれだったので、すごいそれをすごいまた思い返すことができて、すごいいい今回のリーディングシアターだったと思いますし、本当に皆さんにこういう風に盛り上げていただいて、うちの舞台も本当に喜んでると思いますし、
本当にこうなんかもっともっともっとこう僕も何かこうアピールをしていってパンチャーさんと一緒に何かやっていけれればなっていうふうにも思いますので、栄野学園ブルースの感想、ああのもうですね、チト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 ウ大先生の本当にあのパッケージのあの写真、あれはすごいなと、本当に絵力がやっぱりあるなっていうのが、であと歌はもう本当に最初に栄野学堂から始まったあの歌がもう本当にこう栄野学堂の歌を歌あの作っていただいたっていうことがもう本当に嬉しいですし、あのそれもじゃあ事務所の方でリピートしてかけていきたいと思います。あと後藤さんには影慣れもお手伝いいただいて、そうなんですよ、あの、あのいかがでした、緊張しました、緊張しましたね、あの前日に言われてですねで、あの台本をメールで朝確認させていただいて、ちょっとその日が忙しかったんで本当に練習せずにぶっつけっていう感じだったんですけど、あの写真撮影っていう感じで写真撮影が言えなくて、で本当にもう初めての体験させていただいて本当にあの楽しかったですし、緊張しましたけど本当にいい経験させていただいて本当にありがとうございます。いやいや、お米大好き後藤さんでしたそれでは哲也さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい、はい、生きるでは素敵な、ふざけんなよお前、そこでかいお前、そこかよお前、バカ野郎お前、いやいや、ちょっと待って、嘘です急に、はい、大失敗を一番初めに言うのやめていただいてよろしいですか。そうですね、申し訳ないです、はい、あの若かったんでちょっと、若かったんで若きゃ何でもいいのかよ本当に、はい、それでは気を取り直しまして、はい、気を取り直しましてね、はい、哲也さん、はい、いかがでしたか。いやもう本当にまあなんでしょうね、まあこんなこと言ったらあれですけれども、やっぱ本当に難しかったですね、すごくやっぱ勢い、まあ本当に皆さんと違う部分もある、もうガチャガチャガチャっていう風にやっぱりどうしてもなっちゃうんで、そこをなんとかしないようにって言って結局 し続けたかなっていう、し続けるっていう言葉がこうジュジュジュってなっちゃうんですけどね、はい、もうそこだけですね。そうですね、はい、ではこれをし続けるを、あちょっと私もねお前も言えてないよね、 し続けるを、うん、あの要練習ということね、かしこまりました、はい、続けるを、はい、とにかく練習し続けるということで締めさせていただければと思います、はいはい、ありがとうございました、はい、哲也さんでした。はい、それではあさみさん、はい、あさみさんに聞いてみたいと思います。はい、玉津さんが一瞬出ましたけどやっぱりそうですか。はい、いかがでしたか。はい、あの私あれ発見での時では録音でやっていて実際に喋ったことなかったので、それがなんか今度ちゃんとセリフで生で言えるっていうのが楽しかったんですけど、何よりもああやっぱりこれかと思ったのは、終わった後にお客様とお話をさせていただくじゃないですか。その時に皆さん玉津さんのことしかおっしゃらなかったので確かに出ましたねみたいな喜んでくださったんですけど、あ玉津さん愛されてるなってすごいありがたいなって思いました。はい、はい、久々に玉津さんの声が聞けて私も嬉しかったです。ありがとうございます。はい、思ってねえな思いましたよ、思いました。はい、八藤さん、今回のあのリーディングシアターいかがでしたか。大輝です先ほど座長から、まあ、稽古は少ないとかって言われてましたけどまあ俺としてはいつも根性と気合で集中力高めて、まあいつもの言い合いのようにピシッと皆さんにいいものを見せれたんじゃないかなと思ってます。大輝でしたありがとうございました。今回のセリフは腹に落ちましたかセリフを噛むということはね、腹に落ちてないからだ腹に落ちていたらどんなセリフも噛まない。大輝でしたありがとうございました。以上、チトーさんでした。それでは、オーラス、私にチトー先生です。私ですか。まあ、今回の栄能楽堂ブルースという歌は、ね、山村隆君が作ってくれたもんですから、
本当は風見鳥さんの登場だったんですけれどもね、パワハラで私が歌わせていただきました。楽しめましたか、はい、リーディングシアター、いい舞台でした。栄能楽堂さんどうもありがとうねまたやらせてください。はい、皆さんもお元気で。ちとちとでした。さようなら。ありがとうございました。ちとちと先生の、はい、素晴らしいお言葉いただきました。素晴らしいか。はい、それではですね、こんな感じで打ち上げレポートをしてみたわけですが、私も少しだけ感想を述べたいと思います。ですね、私は幸福な質問というあのソロをやらせていただいたんですけど、皆さんに好きという単純な思いが伝わったらいいかなと思います。朗読って難しいですが、いろんな本を読んでいろんな感情をみんなで共有できたらいいなと思いました。はい、そんなわけで私広瀬夏実が務める打ち上げレポート終了です。それでは皆さん、また次回まで、さようなら。